レベチとはレベルが違うという時に使えます。つまり最上級に何かを褒める時にレベチ、レベルが違うを使えます。感覚的にはすごいよりもはるか上のことをレベチと言いますので覚えておいてください。自分の凄さを相手に伝える時にも使えます。俺レベチだからね。相手のことを褒める時にももちろん使えます。やっぱあいつレベチだわ、すげえ。1ヶ月のノルマ1日で達成した、あ余裕余裕楽勝、俺ってレベチじゃね。